やっほー、皆さんこんにちは、ジラです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ハッピーバレンタインデー。はい、ということで、今日はいよいよね、バレンタインになったね。早いよね。ということで、ちょっと今日は一緒にバレンタインだから、一緒にね、ジラの大好きな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 佐々木久彦さんの曲ちょっと聞いていきたいと思います。そう、今日はね、何聞くかって、これも皆さんにおすすめされたぞ。Love Me Tonight ってやつやから、まあバレンタインっぽいじゃないの。どうなることでしょう。それジーナ正直わかんないんだけど、とりあえずちょっとつけてください。ちょっと短いんだけど、ちょっと一緒に心臓補佐を起こしていきましょう。はい、ということで、いくで、せーの。お父さんいちゃんすか、いつも。I know that it's late and I really must leave you alone. That you're a good home and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new and I promise it's gonna be true. Please let me stay on till you send me away. Oh no.Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching, and I'll feel the dawn is breaking. Love me tonight. Something is burning inside. Something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling.喜んで。なんかさ、バレンタインにぴったりじゃないか、皆さん思いません？最強。いや、もうおすすめありがとうございます。もうなんかさ、なんかさ、もう毎回思うんだけど、ほんまに寄席久彦さん聞くたびにね思うんだけど、なんでこういうとこが今その再生へんのかって、ほんま心痛いんだよ。折れるんだよな。うわ、存在するかな、どうだろうな、おらんか、おるか、どうでしょう、皆さんどう思います？ぜひコメントに書いてってください。いや、だってこれ言われたらさ、もうどうしようもなくない？もう好きにしてってなるしかないで、ほんまに思いません？絶対マジらはなるで。他の人は知らんけど。いいな、かっこいいよな。っていうか、ほんまに髪の毛長い人で、こうポニテールとかで結んでる人で、似合ってるのもうほんまに尾崎久彦さんぐらいじゃないの。ほんまに思うんだけど、むずいね。あの、特に男性でこう髪の毛長い、あのなんかポニテールとかって
やってる人ってほんまに似合うと全く似合わないのが結構分けられてくるじゃない。ほんまにもうかっこよすぎてもう言うことなくない、言われたらもうほんまにはいどうぞってなるしかない。もうはいどこでもついていくみたいな感じほんまやで。うわいいなこれ。なんかさこれでオープンカーとかにデート行ってさ、もう最強すぎひん。あー現実が悲しいわ。うわはいはいはい、ということでとりあえずヤジラは自分でデート行こうかなんかそっちの方が悲しいよなやべえな、いいなこれ。いや皆さんおすすめありがとうございます。ほんまに最強のあのバレンタインになりそうですこれで。はいありがとうございます。またいつものルーティンで今から毎回聞きますんで、また皆さんご自由にもう一回聞いてくださいね。でありがとうございます。皆さん本当にあの素敵なバレンタイン過ごしてください。何するか知らんで、ただちゃんと責任取ってな。はいということで、また次の動画で配信してますまた金曜日ね。でサブちゃんの方も更新するので、そっちもよかったらまた遊びに行ってください。海外シリーズ始まるよ、うん、そっちこそアメリカシリーズ始まるからね。どうするか、何やらかしてくるか、この外人が。またまた楽しみにしててください。ということでバイバイ、またねバイバーイ。